なあ、お前またあいつと話してただろう。えって、見ちゃったんだけど、話してるところ。話さないでって言ったよね。ね。 しょうがないじゃんじゃないでしょ。俺が嫌だって言ってんのダメなの彼氏の俺が嫌だって言ってるのに、お前あいつと話しちゃうの話しかけられたからじゃないんだよ。ねえ、お前がそういう素振り見せてるから、 話しかけてくるんじゃないの違うのなんでそんなに気にすんのって付き合ってるから、安心してよって。無理。嫌だから、こうやって言ってんじゃん。だってさ、あいつ、 お前の好きなタイプなんじゃないのいや、俺と今は付き合ってるからとかじゃなくて、前にお前から聞いた、どういう人がタイプなのって話。俺からすると、あいつなんだけど。いや、俺の気持ちの問題。ねえ。 俺が気にしすぎなのかもしれないけど、一回気にしちゃったら、そうなるじゃん。ねえ。お前があいつと喋ってるだけで、なんか、すげえもやもやする、つうか、イライラするんだよね。 あいつだって、お前のこともしかしたら好きになるかもしんないじゃん。つかもう好きかもしんないし、付き合ってるって知ってたからって、もしかしたら、お前のこと、奪いに来るかもしんないじゃん。だから嫌なの。俺のだろうな。 お前俺のなんだから不安にさせないでよねえ俺だけちゃんと見て変な男寄せつけないでよ 切れちゃうよそうやってふうにばっかさせてるとねえ離れないで大好きなのお前のことお前のことが世界で一番 大切にしてるし、大好きだから。ずっと俺のそばにいて。<laughs> ね。好きして。俺に。好きだよって言って、ちゃんと安心させて。 好きだよマジで次見たら勝ちで怒るから嫉妬しすぎてお仕置きしちゃうからね分かった きしちゃうからね。